回の情報ステーションは、妊婦さんや介護が必要な方へのサービスをはじめ、スマホで呼べたり電子マネーも使えちゃう熊本タクシーの魅力をご紹介します。熊本タクシーは創業90年、保有台数は現在141台。ハイブリッドタクシーをはじめ、ジャンボタクシー、大型ハイヤー、介護福祉車のほか、貸切バスの肥後観光バスなど、さまざまなニーズに対応しています。2日目の今日は、妊婦さんも安心、陣痛タクシーのサービスをご紹介します。お産の時、通常救急車は利用できません。一人の時に陣痛が起きたら大変です。熊タク陣痛タクシーは、あらかじめお迎えの場所やかかりつけの病院、出産予定日をご登録いただくことで、安心して簡単にタクシーを呼ぶことができます。実際に陣痛タクシーを利用していかがでしたか？そうですね、まず登録してたっていうので、すごく陣痛が来るまで安心して過ごせていたのと、お家の方まで迎えに来てくださって、なんか荷物も取りに来てくださったりとかしたので、心強かったですね。サービス開始からおよそ1年、1000人の妊婦さんが登録し、実際に100人以上の方が利用されています。登録は無料、乗車料金も通常の料金で利用できます。タクシーのご用命は、電話フリーフリーハローの熊本タクシーへ。介護タクシー、陣痛タクシー、タクシー運転代行のサービスもあります。詳しくはホームページをご覧ください。明日はスマホで呼べちゃう全国タクシーをご紹介します。